シーホース三河、西田雄大です。お父さんが、はい、バスケしていたのもあったので、もう物心ついた頃からバスケットボールは家にありましたし、よく親父のチームついていって周りのチームメイトの人に遊んでもらったりとか、もう本当バスケットボールに触れる機会は多かったし、本当バスケ始める前から家にバスケットリングもあったので、本当遊びとしてやってたのがきっかけです。やっぱスリーポイントと、まあ、それにプラスしてドライブであったりペイントアタックで中まで入っていけるっていうのは僕の強みかなとは思います。過去2シーズンよりエースとしての人格じゃないですけど、エースってどういう選手なのかっていうことを、ライアンヘッドコーチはじめ、求められている、成長することができたかなというふうに思ってます。まあ、プレッシャーとかはあんまり感じてなくて、チャンピオンシップとかは特にそうだったんですけど、なんか本気な勝負になればなるほどすごい楽しかったし、最後そうやって決めれたらかっこいいじゃないですか。まあ、ちょっと、まあ、ここ決めたらかっこいいんだろうなとかも思いつつも、前半よりはちょっと意識を変えてやります。パッと思い浮かぶのが、負けてはしまったんですけど、ホームの琉球戦で僕がスリーポイント決めてオーバータイム入った最後のスリーポイントがあるんですけど、決めた瞬間の会場の雰囲気とかものすごい覚えてます。初めて代表入った時かな。すごい今のバスケでトムさんはすごい役割を大事にする方なので、あなたの役割はこれだよっていうのを言われて、あ、僕はこのドライブとスリーポイントが強みなんだと思って、あ、ドライブも買われてるんだなっていうのを気づいたというか、それから結構意識してドライブするようにもなりましたし、あ、意外と入っていけてるんだなっていうのを感じて、そこから結構自分の武器だなっていう風に感じてます。シーズン終わってライアンヘッドコーチともミーティング個人ミーティングがあって、お前はモンスターになれるっていう風なことも言っていただいてますし、日本人ナンバーワンって言えば、まあ、石田雄大だみたいな、そういった選手になれるっていう風に思ってくれてるし、僕も思ってるので、まず、ね、そこを達成できるように、今の目標はそこかなっていう風に思います。日本バスケ界のモンスターになる。